インストールゲームを開催したいと思います。皆さん拍手。これから、たくさんのマスコットキャラクターが今日は来てくれています。本日は大津のスタジオの下関こけら落としの人となっております。それでは早速ゆるキャラたちに登場していただきます。ご紹介していきます。まずはエントリーナンバー1番シータ、東京秋葉原出身のコツメカウソの妖精シータです。なんと昨年末にも九州に住みかができたと聞いております。そしてエントリーナンバー2 C5、 こちらはボートレース下関のキャラクター C5、 可愛らしい見た目とは裏腹に実は海上を操る海賊王のチームのようです。そしてエントリーナンバー3、カッケル下関海峡マラソンのイメージキャラクターとなっております。そしてエントリーナンバー4、岩流小次郎、岩流島 PR マスコットキャラクター岩流小次郎も来ています。そしてエントリーナンバー5は関丸、おじちゃん下関市公式キャラクターの関丸、下関愛が東京を膨らんで回りになったからに服のような口、クジラのようなお尻がトレンドマーク。そしてエントリーナンバー6、下関武蔵、先ほどの岩流小次郎の服、エントリーナンバー7 C モー、先ほどの C モーと同じくボートレース下関のキャラクター C モー、金髪クリクリこれが特徴で、なんと C モーのガールフレンド。そしてエントリーナンバー8、我らが北九州下関ヘリコプターの公式マスコットキャラクターフェリー君です。さあミュージックをスタートしたいと思います。皆さんよろしいですか？マスコットコケラクター皆さん、一緒にゲーム始めますよ。皆さん、お願いしていきましょう。さあ、最初の1回戦、まずは始めていきたいと思います。ミュージックスタート。さあ、皆さん、コケラクターのコケラクターに入りましょう。また今回の東京フォーラー頑張ってください。それでは皆さん、
席からお立ちください。椅子を減らします。椅子が、次は4席、ここで2体脱落してしまうというところで、それではいきますよ皆さん、時計回りにミュージックスタート。シーターの技術力がすごい。フェニー君がここで脱落ですか。これはちょっとジャッジするまでもないんでしょうか。フェザービーツの皆さん、脱落したお二人もぜひ歌って帰ってください。泣いてます。ここで2体脱落となってしまいました。それでは、残り4名の皆さん、またお立ちください。下行きますよ。下行きますよ。下様子がおかしいですか。ゲストです。さあ、それでは行きましょう。次は2つです。さあ、準決勝ミュージックスタート。エントリーナンバー1番、東京秋葉原出身
の革命カワウソの妖精チーカン、エントリーナンバー2番ボートレース下関のキャラクターシーモ、エントリーナンバー3番下関市公式キャラクターの関丸、エントリーナンバー4番岩流島 PR マスコットキャラクター下関武蔵くんです。Thank you.
そして、支店の駅高校でチーターを乗せながらこちらのテントまでお越しください。素敵な景品がございます。本日の番組スポンサー、株式会社、セービングセブンより、